はい、皆さんこんにちは。今日はね、チケットセンターに来ました。これ大本駅前にあるチケットセンターで、バシューザハイランド980円で入れるやつにちょっと買って行ってみようかなと思います。こちら1枚ですね。はい、お願いいたします。こちらがね、バシューザハイランドのチケットです。まあ、3000円以上するね、チケットが980円で、手に入るということで、これも期間関係なくね、ずっと売ってます。ちょっとね、今日珍しいものがあるってことで来ました。はい、ありがとうございます。あとこちらが4時から3バステージでビンゴがありますのでご参加ください。こちらプールのチケットと昆虫カフェがオープンしております。行ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。はい、すいません。昆虫の自販機ってどこありましたっけ？ちょっと待って、上、上登る。あ、自動販売機のジュース。あ、わかりました、ありがとうございます。すぐ登って、はい、このね、タガメサイダーとバンブーワーム、多分竹の中に住んでるイモムシだと思います。はい、そこ開けます。お、20、こんな、じゃあこのタガメサイダーからいただきます。あ、ちょっとなんかメロンジュースのような、一見タガメのように見えませんね。でもただその甲殻類なんで、アレルギーのある人はお気をつけくださいということです。で、このバームをいただこうかな。
っちゃい小エビのような味ですね。オキアミみたいな。すごい、こちらこそありがとうございます。なんかすごい高めのサイダーすごい飲みやすくて、はい、なんかちょっとメロンソーダのような味がしましたよ。栄養もありますしね。ですよね。なんか最近なんかこういう昆虫食って科学的にもなんか美容と健康っていうか、なんかダイエット効果もあるって聞いて。あ、はい、虫も食べられてますね。あ、そうですね。このバンブーワーム食べたんですよ。食べやすいものです。そうですよね。なんかちょっとオキアミっていうかエビのような、うでちょっとクリーミーな、ね、感じですごい食べやすかった。最近、本当最近ですよね。なんか4月ぐらいからお店の中で販売してたんですけど、やっぱりもうちょっとインパクトのある出し方をしたいなと思って、お店に並べてるとやっぱりちょっとインパクトが薄いので。あ、そうですよね。そういう販売の仕方の方が今の商品が合ってるのかな。ちょっと当たりくじもですね、ちょっと今口頭では言えないんですけど、かなりの確率で当たるような感じがしているので。なるほど。何個かかったらだけどすぐ当たる。あ、そうなんですか。当たると昆虫ソフトクリームが無料で、そこにあるあれですよね。一番人気っていうか、まあ、人気の商品ってもうあれですよね。今売り切れになってるやつですよね。そうですね。やはりお値段が一番安いというか、あとどれが出るか、このどれを出るか、そうなんです。どれが出るかは分かんない。この ミックスっていうよりかはもうこの中のやつってことですか。あー、なるほど、はい、あ、そういうことなんですね。です。あー、なるほど。それもちょっと楽しみがありますね。奥さんのね、はい、すごいね、楽しいっていうメリットっていうかね、いろいろあるんですけど、まあ、デメリット的にはここに入らないと買えないっていうね。はい、そのカフェだけ行くこともできるので、そこで販売もしてますし。あ、そうなんですか。もう自販機じゃなくても、はい、カフェで、はい、このほぼここの価格。あーね、またちょっと改めて。わかりました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。で、今回はね、昆虫自販機ということで、まあ、わざわざね、まあ、入場料払う、これだけ払わないといけないんですけど、まあ、チケットセンターで買うと、まあ、乗り放題パス980円で入れるということなんですけど、まあ、もちろんね、いろいろ遊びながら自販機楽しんでもらえたらなと思います。今回は、ね、自販機だけだったということで、はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。